それがですね、定刻になりましたので、これより第17回新市場建設協議会を開催いたします。本日は委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私は当協議会事務局の東京都中央卸売市場新市場整備部管理課長の北島でございます。議事に入るまで司会を務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、開会にあたりまして岸本会長より一言ご挨拶を申し上げます。会長よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。中央卸売市場の岸本でございます。本日は大変ご対応のところ第17回目となります新市場建設協議会にご出席いただき誠にありがとうございます。ご案内の通り豊洲新市場につきましては現在各街区で付帯工事が行われておりまして、すでにもう、付帯が立ち上がりつつあるという状況でございます。また本体施設の他にも、ろ過海水設備ですとか、それから水産関連の冷蔵庫等なども起工式が行われ、準備整備に入っているというような状況でございます。こういう中で今後、引っ越しですとか、それから業界の皆様方の造作工事の日程などを考えますと、できるだけ早く具体的な開場日、移転開場日を決めまして、今後のさまざまな課題に対して業界の皆様と東京都が一丸となって取り組んでいくことが大変重要であるというふうに考えております。こうした状況から今回大変皆さんお忙しい中でございますが、本日の協議会を開催させていただきました。本日は都の方から会場日の案をご説明申し上げて、この場で皆様のご理解をいただきご利用いただきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。